えー、クオールリコです、えー、シンガーをやっております。<laughs> 意外と細々した作業が好きですね。あのー、何かをぬちょっと塗ってみたりとか、あとは買い物。してこうぶらーっと街歩く感じは好きです。 あの吉本新喜劇で育ってますからなんかこう関西弁とか聞くとなんかこう,こう吸い込まれるように特にもう中川家さんは大好きです鉄道関係の話がもう最高に面白いですね私の息子がすごいてっちゃんなんで息子の話を聞いたりするとなんか自分もねちょっとこう興味なかったものもなんかあ「あ鉄道って深いんだ」みたいなでも音の話されても全然。 ちょっと気持ち悪いなと思うんですけど違うんですって電車によってそんな私です <laughs> えっとまあ私の主人であるあの宮古圭一がえまあ「露蜂性悪性リンパ腫」という病気になったのがきっかけでまあがんとまあ私もそのまあ向き合うというか向き合ざる得ないというかそういう状況が えー、何年前かな5年前かなはい、まあ、そこからですねあのこういったあのインタビューとかも、はい、させてもらう形ではいまだね主人が30代だったんですよね30本当に最後の年というかあの、まあ、その時本当に崖の上からこうポンと押されたぐらいの感じで。 だっていうのを覚えてますねまさかこんなに何でしょうがんってまあそこで初めてまあもちろん小児がんも含めてですけどもこんなに、うん、なんかこうそれを初めてなんかこう実体験したというか、うん、感じましたね。でこう保険とかもお守りの代わりに入っててで、ね、まあ年を取ったら。 何らかの病気になるだろうっていうのもあってそういった気持ちで入ってたんですけれどもえここで使うことになるのっていう、うん、そんなちょっとこうまあショッキングなというかはいこれから4回、えー、登場させていただきますのでぜひご覧ください。